カイリムの小ネタや、見逃してるかもしれない要素を、7つピックアップして紹介します。あなたはいくつ知ってるでしょうか？ということで早速。ちょっと見てくれ。一つ目は、エランブルに関するものです。彼はドーンスターで発生するクエスト、目覚めの悪夢をクリアすることで従者にできます。エランブルは以前、悪夢を司るデイドラ公、バーミルナの信者でした。かつて信者たちが活動していた聖堂では、多くの集団に襲撃される事件があったのですが、エランブルは仲間を見捨てて逃げ出しました。そのことを後悔していた彼は、愛の女神、マーラに救いを求め、そしてマーラの司祭になったんですが、そんなエランブルを、リフテンのマーラの聖堂に連れて行くと、ここマーラの聖堂へ巡礼をしたいとずっと考えていた。連れてきてくれてありがとう。おかげでとても幸せな気分だ。という専用のセリフを話すんですね。エランブルをマーラの聖堂に連れて行っても、必ずこのセリフを言うわけではないので、彼が感謝を述べてくることを知らなかったドバキンもいるかもしれません。二つ目は、モーサルの北東にある、ウステングラブで見られるものです。ここは古代ノルド遺跡の一つで、メインクエスト、創始者の角笛で訪れることになります。この遺跡には使用術師のグループがいて、中でドラウグルと戦っているんですが、彼らにはここでしか見られない、専用のやり取りがあることを知ってたでしょうか。隠密スキルを高めた状態で、彼らに近づいてみると、猛吹雪の中のアルゴニアンよりも呪い奴隷だな。ツルハシを自由に使っていいから、助けてあげてね。私は肉体労働は遠慮するわ。汚れるんだもの。また意志の弱い連中ね。死んでも役立たずだわ。起き上がらせるたび、奴らは知性を失うみたいだ。そんなことが可能ならの話だが。こちらで指示した場所を、ツルハシで掘れるなら、とりあえず役には立つわね。聞いたか？他の連中が何か見つけたに違いない。見に行った方がいいわね。ちょっとの間なら、この人たちに任せておいて大丈夫よ。そして彼らは奥にいる、ドラウグルと戦い出すんですが、彼らは殺した山賊を使用術で蘇らせて、遺跡の採掘をさせていたんですね。私はいつも遠くから弓で先制攻撃していたので、彼らの会話をちゃんと聞いたのは、スカイリムを始めてからだいぶ後だったんですよね。そのように遠くから攻撃してしまったり、隠密で近づいても見つかってしまったりで、先ほどの使用術師のやり取りを、見たことがなかったドバキンもいるかもしれません。三つ目は、ハドバルに関するものです。最初のクエスト、解放で、ハドバルと一緒にヘルゲンを脱出した後、彼は次のように話します。ここから一番近い町はリバーウッドだ。俺のおじさんが鍛冶屋をやってる。お前に手を貸してくれるはずだ。ここで別れた方がいいかもしれない。こう思いなる。お前がいなければ、ここまで来られなかったろう。で、会話はここで強制的に終了するんですが、実は内部データには、先ほどの続きと思われる音声が残されているんですね。それがこちら。それはいいですね。行きましょう。離れるなよ。反乱軍はどこにでもいる。だが、心配するな。トゥリウス将軍がすぐに奴らを追い払ってくれる。そして一緒に行かないことを選択した場合。無事にソリチュードに戻れたら、トゥリウス将軍にお前のことを勧めておこう。という感じで、このような受け答えが用意されていたんですね。なんてことないセリフですし、あってもよかったとは思うのですが、なぜ本編に実装されなかったのかは不明です。四つ目は、イバルステッドの南の雪山にある、タロス像で見られるものです。フローキの小屋から南に向かって、細い山道を歩いていくと、スカイリムを見下ろしているタロス像が見つかります。で、そのすぐそばには、帝国軍の軽装盾や、剣や兜が置かれてるんですね。一体なぜこのタロス像に、帝国軍の装備が置かれていたのか。何の情報もないのでわからないんですが。このタロス像に帝国軍の装備を置いていった人物は、熱心なタロス信者の帝国軍兵士だったんでしょうか。PS5 の時代から約30年前。
帝国とサルモールとの間で勃発した大戦にて、帝国が敗北した結果、タロス崇拝が禁止されました。そのタロス信者の帝国軍兵士は、タロス崇拝の禁止を受け入れることができず、帝国軍を辞めることを選択したのかもしれません。タロス崇拝を禁じているサルモールは、しばしばタロス像を見回りしては、巡礼に来ていたタロス信者を捕らえたり、その場で殺したりしているので、彼はサルモールに見つからないためにも、ほぼ人が通らない雪山にあるタロス像を訪れ、不要になった兜や剣を置いていったのかもしれませんね。というのはただの妄想であり、公式ガイドブックにも詳細は書かれておらず、なぜ帝国軍の装備が置かれていたのか、そのことに意味はあったのかどうかは、今でも不明なままとなっています。5つ目は、シャウトに関するものです。メインクエスト、声の道では、グレイビアードがいるハイフロス側に行き、彼らからシャウト、揺るぎなき力の、2つ目の言葉を教えてもらうことになります。そしてそのシャウトの練習をするために、グレイビアードがシャウトで出した幻影に向かって、揺るぎなき力を3回使うことになるんですが、ここで本題です。実は、グレイビアードが使った幻影を出すシャウトは、主人公も使える予定だった可能性があるんですね。というのも、フィークローサー、このフィークローサ派というボイスが、様々な種族の声で収録されていたからです。例えば、女性アルゴニアンの声だと、フィークローサー、そして男性カジートの声だと、フィークローサーという感じで、様々な種族のボイスが、内部データに残されているんですね。ちなみに、パーサーナックスやアルブイン、ドラウグルのボイスまで収録されています。分身を作り出して敵の兵とをそちらに向ける、みたいなシャウトとして実装する予定だったんでしょうか。様々な種族のボイスがしっかり収録されているのに、なぜこのシャウトが実装されなかったのかは不明です。6つ目は、おそらく多くのドバキンが、見落としているかもしれない死体に関するものです。ソリチュードの西にあるディープウッド要塞は、フォースボーンが住み着いているんですが、ここには分かりにくい位置に謎の死体があるんですね。ちょいと道が分かりづらいので実演すると、要塞に入ってからまっすぐ進み、門を開けた先の、ちょっとした階段を登ると、左側にフォースボーンの二人組が見えるんですが、そちら側ではなく、右側の岩場をジャンプで進んでいきます。すると、多くの冒険者の死体と、回復の薬が一つ。そしてそのそばには、施錠された宝箱が見つかるんですね。お宝を探していた多くが侵入するも、フォースボーンに見つかってしまい、ここで殺されたんでしょうかね。もしくは、入り口からすぐのところにはトラップがあり、血痕が残されていたので、トラップに引っかかって怪我をし、体を休めていたものの血が止まらず、薬を飲むも死んでしまったとかですかね。死体がある場所はメインルートから外れた場所にありますし、生き方もパッと見わかりづらいので、多くの冒険者の死体と宝箱があることを、知らなかったドバキンは多いかもしれません。ラストはウィンターホールドの南側にある、サイトレスピットの近くで見られるものです。そこには、ブーマー製の祭壇のようなものがあり、台座の上にスケルトンが横たわっています。そばに置かれている剣や本を取ったりすると、眠っていたスケルトンが動き出し、そして周囲のスケルトンが蘇って襲ってくるのですが、近くにメモなどは残されておらず、このスポットに関する情報もないので、一体ここは何だったのか、なぜスケルトンが横たわっていたのかは不明。誰かがここで使用術の実験をしていたのか、または、スケルトンは、オブリビオンの扉という本を持っており、その本にはオブリビオンにつながる扉、いわゆる天衣門について書かれていたのですが、もしかしたらこの人物はオブリビオンに行こうと、何かしらの儀式をしており、その儀式を邪魔されないように、周囲のスケルトンに使用術をかけておいて、誰かが近づいてきたら、スケルトンに追い払ってもらおうとしていたんでしょうか。そのように謎があるんですが、別の不可解な点もあるんですよね。それは、この場所は何を目的にして作られたのかということです。ここは神を祀る祭壇だったのか、それともブーマーの墓だったのか、ブーマーの宗教については分かっておらず、彼らはデイドラ崇拝をするエルフをあざけり、理性と論理の神を崇めていたとされています。それがどんな神かも情報がないので不明なんですが、ここはブーマーが崇拝する神の祭壇だったのか、それとも誰かを埋葬する場所だったんでしょうか。ただこんな開けた場所に作るかね、という疑問が出てきてしまうんですよね。
果たしてブーマーはどんな目的でここを作ったのか、そしてこのスケルトンが何だったのかは、今でも不明なままとなっています。ちなみに、バグかどうかはわからないんですが、このスケルトンを調べるたびに、オブリビオンの扉が一冊ずつ増えていきます。もしここに来たら調べてみてもらえればなと。ということで短いですが以上。あなたはいくつ知ってたでしょうか？ハドバルやシャウトの音声は、ゲーム内で確認することはできませんが、他のネタで気になったものがあれば、次回プレイ時にでもチェックしてみてください。それではご視聴、ありがとうございました。